元なでしこジャパンの女子サッカー選手、川澄奈穂美。おしゃれ番長という愛称で、親しまれるほど女子力が高く、スポーツ選手とは思えない可愛いルックスも、相まって人気の高い選手です。そんな川澄奈穂美に、お付き合いしている人はいるのかは気になるところ。これまで目立った熱愛報道のなかった川澄奈穂美ですが、過去に一度、手つなぎデートが報道されたことがあります。しかしこの時のお相手は、当時のチームメイトで、韓国のサッカー女子代表選手のチソヨンでした。ボーイッシュな髪型のチソヨンと、手をつないでいたことで男性だと勘違いされたようです。チソヨンと川澄奈穂美に家族ぐるみの交流があることは、ファンの間では周知の事実で、いっそ彼氏彼女としてしまっても良いのではと言われているとか、これ以外には川澄奈穂美の熱愛報道は見られないので、現在は恋人がいない可能性は高そうです。あれだけの美貌を世の男性が放っておくはずがない気はしますが、もちろん結婚歴はなく未婚の川澄奈穂美。ちなみに好きなタイプは少しぽっちゃりした男性だそうです。川澄奈穂美は2008年に開催された AFC 女子アジアカップからなでしこジャパンの一員として代表入りを果たしています。川澄奈穂美の名前が一気に世間に広がったのは、やはり2011年の FIFA 女子ワールドカップドイツ大会でしょう。準決勝のスウェーデン戦で初めてスタメンに抜擢された川澄奈穂美は2得点を挙げます。続く決勝のアメリカ戦でもスタメン入りを果たし、日本初となる世界大会優勝に貢献しました。川澄奈穂美の勢いはとどまることなく、2012年のロンドンオリンピックでは全6試合に出場して、なでしこジャパン初の銀メダルを獲得。2013年アルガルベカップでは初の代表キャプテンも務め、2014年 AFC 女子アジアカップでは優勝を成し遂げました。2016年にもリオオリンピック出場に向けて、アジア最終予選のメンバーに選出されますが、予選3位と惜しくも、オリンピック出場権は逃してしまう結果に。2016年4月に高倉麻子新監督に代わってからは、なでしこジャパンメンバーからは外れています。川澄奈穂美は、これまでに2チームを渡り歩いてきました。2008から2014年2月までは、国内女子の強豪イナック神戸レオネッサに所属し、2014年3から8月までの半年という期限付きで、アメリカのシアトルレイン FC に移籍。シアトルレイン FC では2度の週間 MVP を獲得したり、チームをシーズン1位に押し上げたりと、チームに大いに貢献しています。帰国後は古巣のイナック神戸レオネッサに復帰しましたが、2016年のシーズン途中に退団を表明し、シアトルレイン FC に完全移籍。2017年にはシアトルレイン FC との契約期間が終了し、契約更新するのか他のチームに移籍するのか、去就が注目されています。国内トップクラスのプロ契約選手として活躍している。川澄奈穂美の年俸も気になるところ。しかし実は、女子サッカー選手の年俸は、プロ契約選手でも200万から、500万円程度にとどまるそうです。とはいえ、人気の高い選手は、年俸の他にスポンサー契約を結ぶこともあり、サワホマレクラスになると、スポンサー契約を含めて年俸は800万円前後にはなるとか、川澄奈穂美の場合も、海外チームで活躍していて、CM 出演も9社ほどあるので、サワホマレまでは行かないとしても、他のなでしこジャパンの選手よりは、年俸が高いと考えられます。その愛らしいルックスも人気の川澄奈穂美ですが、実はうざキャラすぎて、
チームメイトから川澄うざびというあだ名で呼ばれるという一面も持っています。意外な事実が明かされたのは新ジャンクスポーツに川澄なほみと一緒に当時チームメイトだった田中アスナが出演した時でした。当時同じ部屋に住んでいたという二人、田中アスナは自分が入れに入っている時に何度もドアを開けて覗きに来たり、占いの結果を見ては大げさにリアクションしたりと、川澄なほみが明るさを通り越してうざい性格だと暴露しています。とはいえそんな話もテレビで明かせるとはよほど仲が良いのでしょう。こうしたエピソードからも川澄なほみが人懐っこくて明るい性格であることがよくわかります。本人曰く自分の性格は超前向き、今までへこんだことがない、30代になった川澄なほみ、今後は少しずつ大人の女性らしくなっていくのでしょうか。川澄なほみは美貌でも人気なだけあって似ていると言われる芸能人が何人かいます。よく言われているのは内田有紀や河合美智子などです。どちらも川澄なほみがショートカット時代の画像がとりわけそっくりだとされています。いずれも美人女優であるのはさすがおしゃれ番長です。しかしそんな中でも一番似ていると話題なのは元サッカー日本代表の柏木陽介。どちらかというとベビーフェイスの柏木陽介と見比べてみると全体に可愛らしい印象は確かに似ている気がします。それぞれの顔のパーツを見てもキリリとした眉や鼻や口の形などはとりわけよく似ているようです。川澄なほみが2017年10月6日の公式ブログで現在所属しているアメリカのシアトルレイン FC との契約が満了を迎えることを報告しています。これにより流れたのが川澄なほみはシアトルレイン FC を退団してオーストラリアのメルボルンシティに移籍するという噂でした。そうした動きを受けて少し慌てた様子の川澄なほみは翌7日のブログで退団が決まったという事実はないことや契約更新をするか他のチームに行くかは現在交渉中であると再度説明。そして一番大事なこと、まだまだ引退はしないと現役続行の意思を力強く宣言しています。カノサワホマレも37歳まで現役を続けたように第一線で活躍する女性アスリートのプレー年齢は高まりつつある現在、2017年で32歳になった川澄なほみもまだこれからが本番なのでしょう。その美貌を見ているとついサッカー選手であることを忘れてしまいますが、可愛さとは裏腹にサッカー一筋で常に熱い気持ちを持ち続けている川澄なほみ。彼女の選手としての強みは驚異的なスタミナと攻撃的なポジションながらトップもサイドもこなせる柔軟性で、それが魅力ともなっています。 FIFA ランク1位のアメリカの最高峰リーグにおいてもスタメンに名を連ねスーパーゴールを演出する彼女ならば、今後も国境を越えた活躍が期待できそうです。選手のキャリアの先に指導者というキャリアもあると仮定するならば、川澄なほみの快進撃はまだまだ続くことでしょう。川澄選手はいくら年俸をもらっているのでしょうか。いきなり下世話な話題になって申し訳ないのですが、やはり気になりますよね。実は年俸はあんまりもらっていないようなんです。そもそも女子サッカー選手の待遇は男子と比べると雲泥の差みたいなんです。2017年の記事にはレイプロリーグ NWSL の平均年俸は 23,301 ユーロとあり、トップの選手でも500万円ほどなんだそう。ただしアメリカ代表の選手はアメリカのサッカー協会から
補助金が支払われているそうで、数百万円はもらえるそうです。さらに、一部の選手はスポンサーから、莫大な金額をもらっているそうです。アレックス・モーガン選手は、2019年6月から2020年6月の年収が550万ドル。あったことが、米経済誌、フォーブスの収入番付で明らかになっています。モーガン選手にはコカ・コーラ湖やナイキといった、アメリカを代表する企業が、スポンサーについているそうなので、金額も莫大なものになるんですね。川澄選手は平均以上の年俸を、もらっている可能性がありますが、それよりもスポンサーからの、収入の方が多いのかもしれません。実は川澄選手にも同性愛者の疑惑が、かけられていたことがあるんです。2012年5月、川澄奈穂美。韓流エース、シソヨンと指を絡ませた親密な夜、と。フライデーが報じ、川澄選手、シソヨン選手が手をつないで、神戸の街を歩く姿を伝えています。シソヨン選手は、韓国の女子A代表に、15歳8ヶ月でデビューした、女メッシの異名を持つ選手で、現在は FAWSL のチェルシー FC ウィメン所属しています。2011年から2013年まで、イナック神戸レオネッサに所属しており、当時は田中アスナ選手を入れた3人で、ルームシェアしていました。指と指を絡める恋人つなぎや、手をつないだまま相手のズボンのポケットに、手を突っ込んでいたことから、意味深なタイトルをつけられていますが、友人として以上の関係ではないようです。同性愛という同様の意味で恋人と勘違いされたのが、エネオスサンフラワーズ所属のトカシキラム選手。なんと193センチメートルあります。トガシキ選手は、アメリカプロリーグ WNBA のシアトルストームに、所属していたことがあり、2016年にシアトルレイン FC へ移籍した。川澄選手と仲良くなったそうで、二人が手をつないでいたところを目撃されたことで、熱愛疑惑を持たれたようです。もし、川澄選手が両性どちらでも行けるとしても、過去に好きなタイプとして、ギュッてした時にふくよかな人が好き、と答えていることから、アスリート体型の二人はタイプではないようです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。